完璧にね、もう完全にアウトやっちまってる。第3弾やっちまってる。アギトが。アギトがマジパネ。これはマジ、このちっこいガソの時点で、おつけ、取り出せよ。おつけ、おつけ、おつけ。まずは、このちっこい画像の時点で、この迫力器。やばすぎんだろ、もうナンバーワンで欲しい。星マークがガイム、オーズ、デンオーにアギト。やばすぎっしょ。ガイム乗ってねえんだよ。デンオーとさ、タージャドル乗って、いや、タージャドルも欲しいね。タージャドルコンボ、たまらんぜ。まあ、こっちはパッケージに載ってるんだけど、すげえかっけえよな。もう狙いなんですけれども、ガイムどんなデザインなんだろうな。ガイムもすげえ楽しみ。ガイムと、アギと、この2種が出たら今日大勝利。いや、ただ、あと12種類はこっちのノーマルの方。あ、でもこれは星だけどね、カメラライダージオのトリニティ。これトリニティはこれね、これもうバッチリ映ってんだけどさ、いや、楽しみだね。これかっこいいぞ、絶対。もうこのパッケの時点でやばいから、本物やべえと思う、光りまくってて、箱押しで。で、他、ジューニアスフォーム、ビルドのジューニアスフォームに、スナイプ、シミュレーションゲーマーでしょ。で、メテオ、あ、メテオも好き。メテオも出してえな。で、エターナルに帰り、エターナルも絶対ゲットしなきゃならないと。で、帰り、もうジーニアスやべえよな。めっちゃかっけえ。あと、この隣な。うわー。すげえな、めっちゃかっけえぞ、おい。ブリザーディングやばくねえが。あとね、ライダーゲッツリバイブのさ、合率疾風も、これ合率疾風がダブルで映ってるってことでしょ、多分。両脇に右側に、合率、まあ、左か。左に合率、右にね、疾風みたいな感じでダブルで映ってるってことだよね。超楽しみじゃない、これ。で、グリス、ブリザーディング、これっしょ。いや、グリスブリザードも超惜しい。これ星じゃないから箱押しではないんだよね。でも、箱押しで、いやでも箱押しじゃなくてもすげえかっこいいよ。これさ、間違いね。あと黒の巣でしょ。で、アクセル。アクセルも欲しいな。で、キックホッパーにパンチホッパー。うわ、地獄兄弟も出してどんなデザインなんだろう。で、王者ということで、早速、上げていこうかな。まあ、とりあえずアギトが来たらほんと勝ちだから、もうアギトを狙って、行くぞ。もう一発目で出す、俺は。もう一発今日決めて、一発目で。アギト、バーニング、アギト、バーニング、アギト、バーニング、アギト。うわー、外したー、カイザー。いや、でも全然 OK。もう一発目だからね。さすがに一発目から星は来ねえよな。タジャドルコンボ超かっけー、楽しみな、色紙。めっちゃ楽しみだな。うわ、かっけー。この色紙アートシリーズほんとかっこいいよな。マジ楽しいすぎる。早くドラゴンボールも新しいの、セリパな、来てほしいよな。新しいの来てほしい。もう色紙アートどんどん、キタロウとかも出てほしいし、切れてねえな。もうビビりすぎだろ。もうキタロウのシールからすげえビビりになってんだよね。もうこういうの、キル系のやつ。キル系のやつすげえビビりの。そして、来るっしょ。二発目で。はい、アギトという、うわー、スナイプ、スナイプ、いや、かっこいいね、スナイプね。前段発射、前段発射。うわー、すげえ迫力。これ星でもいいんじゃねえこれ。ねえ。発光してもいいレベルだよね。二発目はスナイプ。そして、三発目。はい、アギトっしょ。バーニング。バーニング。もうふざけんなよ。なんで切れてねえんだよ。今ビビってねえだろ、そんなに。ちょ、待って。ちょ、すげえビビりになって。いくぜ、バーニング。バーニング、アギト、バーニング。ほちょ待って、考えられねえ。今の、マジ、何これ、この世のものじゃねえわ。今のかっこよさ、ちょ待って、触れた。え、何この鳥肌。全身一瞬にして鳥肌。マジで？いや、もうこのシリーズ俺完結してる。あと、ガイムだな、ガイム。わー次元違いすぎんだろ。バーニングフォーム。仮面ライダー、アギト。バーニングフォーム。え、これ神だわ。これ絶対ゲットするしかない。超かっけえ、超かっけえ。うわぁ。え、待って、これやべえわ。今までゲットしたやつ一番かっけえかも。いや、でも、クーガーもかっこよかったんだよな。クーガー、いや、でも、ちょっと待って。もう、同じ、もう、あれだ、殿堂入り。もう、両方ともナンバーワン。もう、これはもう決めらんねえ。クーガーとアギトナンバーワンだ。すげえかっけえ。次元が違いすぎる。あ、待って。箱押し、アギト。うわぁ、字もかっけぇ。バーニングフォームに書いてるね。ちょれ。マスクライダー、アギト。バーニングフォーム。ほほほほほほ。神っている、超かっこいい。ありがとう。つうか、1、2、3パッキー目できた。たったの3パッキー目で完。よし、あとはコンペ。あとはコンペを狙いつつ、アギトをもう1枚、補充をね。
いやでもね、コンプできないにしてもね、もうアギト被りまくってくれたら、それはもうそれで OK だ。コンプ次回でも全然 OK だし、アギトこれ10枚欲しいな。待って、10枚でしょ、アギトちょっと想像、イマジネーション、アギトバ、やばい、あり、もう10枚いく、俺目指す。アギト10枚いく。絶対、いやー、楽しいな。今日はとりあえずコンプ、でもアギト被りたいなってるっていう、うわ、きっと、あ、なんかちょっとイメージと違ったけど、すげえかっけえ。上に乗ってんだね。疾風強烈リバイブ。うわ、かっこいい。これ箱押でいいじゃん。疾風強烈。めっちゃいい。うわー、でもちょっとアギトに書き消されるな。すべてはアギトに書き消されてしまう。アギト超えるの外部ぐらいか。いや、でも外部どんなデザインなんだろうな。いや、ちょっと待って。でもアギト、トリニティとかまだ見てないしな。本物ね。パケでは見てるけど、本物見てみるまではちょっとわからんよね。さすがにね。でもちょっとアギトナンバーワンだよね。やっぱな。好きなライダーだし、超かっけえし。あ、メテオだ。メテオ、あ、いいね、メテオ、ポーズ。メテオ超かっけ、いや、これ、星欲しいね、箱星。箱星のキャッキャバージョンのメテオ欲しくない？このスーツのキャッキャバージョンの。楽しみすぎねえな、これ箱星出ねえかな。いや、まあ、出るかもしれない、ベストセレクションみたいな感じで、あのライダーたちが箱星で帰ってくるみたいな感じでさ、今まで箱星じゃなかったやつが箱星になってくるみたいな。あの、ドラゴンボールで出るじゃん、プレ版で。ね、あれ全部箱星だったはずだったんだよな、そう。一応注文したんだけどさ、あれ全部箱押して復活みたいな感じのシリーズだったから、そんな感じでライダーも来るかもしれない。うおー、カイムキ、カイムキ、あ、パラレルワールド、平行世界もダブルフィニッシュか。すげえ。ちょ、字がや、待って、もう字やべえだろ。仮面ライダーガイム極みアームズ。うーわー、じゃこりゃ、もう字がやべえ。この金箔、金額の字やばくねえ、ここ。すっげえかっけえ。ガイムやべえ。ガイムとアギトだわ、絶対もうわかる。もうこれ超える色紙ねえわ、今回絶対に。もう今回ナンバーワンだわ。いや、でもトリニーとかタジャドルわかんねえからな。箱押しで見たらもうめっちゃかっけえかもしんないが、ちょっとガイムやばいね、超かっけ。いや、ガイムとアギト欲しいのダブルで来ました。トゥットゥルドゥルっていう。あとは被りだな。もう、つうか、被っていいかもしんない。今日コンプじゃなくても被りでいいかも。で、次回コンプで全然 OK かもしれない。やばいな。コンプするよりもちょっと被り欲しいかもしれない。被り、アギト。アギト10枚来て、超かっけ。アギト。まあ、RX とか、いたら RX とかがナンバーワンなんだけど、さっと。おお、ベロクラッシュじゃん。王者。すげえかっけえ。いや、これも箱押しが良かったな。ベノクラッシュ。いいね。わ、これ絵描きて。おお、じゃ、超かっけえじゃん。しかし、箱押しではない。いや、これ箱押しでも全然 OK なのにな。つか、全部箱押しでいいのにね。もうこうなったらね。全部箱押し。で、レアバージョンはさらにすごい箱押しになる。箱押し、全部箱押しなんだけど、全部、ね、箱押しなんだけれども、レアバージョンはさらにやばい箱押しになってるみたいなね。あの、ホロキラーみたいになってるみたいな感じだ。じゃあ、おちょぱり、チュルトゥルトゥトゥル。ブリザード、トゥ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 、ブリザード。おー、すげえ。白押しじゃなくても白押しを超えそうなメンツがいるというな。これが色紙アートよ。これが色紙アート。うわ、すげえかっけえ。クリス・ブリザード。うおー、すごい。めっちゃ絵描きてえ、これ。すげえかっけえ。マジでか。ちょ、ノーマルでもこれちょっと超え、これ箱押しだとやばかったね。もう、これやばかったわ。これ本当に、これ箱押しだったら、アギトぐらい。つうか、アギトと同じぐらいだよね、もうね。レベル的に。領域的にはアギトと同じ領域に入ってくるわ。うわ、入門してくる。アギトの世界に入門してくる。箱押しじゃなかったら助かったな、アギト。うわ、めっちゃかっけえ、ブリザード。なんか、ポーズが最高にいいわ。これ、ポーズ。素晴らしい。そして、次がね。さっと。デビュー号来ちゃった。箱押し？箱押し3枚？箱押し3枚入っとった。めっちゃ当たりボックスじゃん。すげえ。え、箱押し2枚くらいじゃなかったっけ？あれ前のやつどうだったっけ？あ、でも3枚あったか。うわ、かっけえ。マスクドライダー。デビュー号。うわー、最高だわ。クライマックスフォーム。なんじゃこれデザイン。でもやっぱアギトだな。アギトやべえわ。いや、もちろんね、もちろん全部かっけえよ。もちろんそんなこと言うのは全部かっけえけど、アギトこれ次元やばいって。これ異次元レベルいっちゃってるでしょ、こいつ。もうトレーニングしたくなるもん、アギト。
他のやつではトレーニング、いや、外務もちょっとトレーニングメーター入る。トレーニングメーター入るんだけど、他のやつはそこまでないのよ、全く。これ見たらトレーニングしたくなるもんね。男の魂に火がつく、これ。うわー、かっけー、バーニング。箱押し部分がすげーの、これ。この箱押し部分。超やばくない？これ。うわ、かっこいい。アギトかぶりて、よし、アギトのかぶりを目指して次の箱に行こう。レア箱押しはあと2種、あのパッケージ連中がまだ来てないんだよね。この2種、この2種が来てないから出してアギトをちょっとかぶりたいなとすごく思って。アギトかぶりて、マジでアギト2枚ダブリーしたい。ダブリー、アギトダブリー、いやすげえ楽しみだわ。よし行くぜ。あと地獄兄弟、いやーどんなデザインなんだろう、すげえ楽しみだな。キックホッパー、パンチホッパーまだ出してねえからな。アクセルも出てねえし。よし。いや、これ、まあ、今度はいけるでしょう。多分、いけると思う。わかんないけど。ま、今日できないにしてもね、アギトが被ってくれば全然。いや、アギト被りて。ちょ、目標、アギト、まあ、でも目指すよ。全種コンパ目指すけどさ、どうよ、この感じ。やべえな。もうさ、被っても嬉しいってどういうことこれ。すげえわ、これ。被っても、だってね、この迫力器でしょ。ね、ゲイツでこの迫力器。アギトどうなっちゃうんだいっていう話よ、アギト。アギトどうなっちゃうんだいっていう話よ。よっしゃ、アギト出すわ。2枚目出すぞ、アギト。頼むぞ、アギト。アギト、いや、ほんとやばくねえ、あれ。もう、拝んじゃうもんね、ほんとこれ。もうマジで、自然に。かっこよすぎて。いや、ガイムもやばいけどな、ガイム。ガイムもすっげえデザインかっこよかったわ。ガイムとアギト超やばかったな。ガイムはね、ちょっと、わかんなかったから、乗ってなかったからさ、パゲムにも箱にも乗ってなかったからさ、謎だったんだけど、もう乗ってないから、ガイム。謎にね、包まれてたから、ガイムは。だからちょっとそれも楽しみだったよね。で、まあ、アギトはね、乗ってるんだけどさ、全然もう乗ってても、すげえかっけ、スーパーかっけえからさ、おーい、なんということだろうか。おぉ、おつけ、そっと置いて、まずはそっと置いて、そっと置いて、やべえ、興奮して電気消しちゃったよ。間違えた、間違えた、うわマジで超かっけ、ダブリーだわ。夢が叶ってしまった。え、こんな運いい日ある？アギト来た2枚、やったね。ありがとうございます。アギトダブリー来た、超かっけ、やった、すっげえなこれ。うわ、アギトになりてー。あ、いや、でも一番なりたいのは、やっぱブラック RX だけどさ、RX、つかさ、色紙アート昭和ライダー、たまに来るけど全く来ないよね。うわ、昭和ライダーコレクションやってほしいわ。アマゾン V3 ブラックからのブラック RX。やべえ、俺 RX 出たらほんと100枚ゲットするかも。これ冗談抜きで、冗談抜きで100枚。が、俺 RX 出たらほんと行くな、多分。うわ、RX の色紙どんな感じになる？あんな感じ？リボルケインをさ、こう、うわって、うわで、超絶レアがシークレットバージョン、なんかシークレットができてさ、シークレットがシャドウムーンね、シャドウムーン。うわぁ、夢が広がるわ。これシャドウムーンとかどうなるんだろうな、シャドウムーンとか。死ぬる展開になるでしょ、さっと。うお、スナイプな、スナイプ。スナイプゲットして、被って。全、あ、開けてこれ3枚来ないかな。いや、ダメか、同じボックスじゃ多分出ないから、うん、出て1枚だと思うんだよね。今まで開けた経験上。で、多分ね、コンプできないと思うんだよな。おそらく。いや、わかんないけど、多分被り、うん、流れ的に、うん、多分今日はコンプできないと思う。おそらく。コンプできないけど、まあ、アギトが2枚来たからもう全然 OK ということでね。いやー、よかった、アギト。あと1枚、レアが来るから、お！できるかな？ちょ、待って。なんか、できるかもしんねえ。ジーニアス来たわ。ジーニアス。流れ的にできない感じだったんだけど、あとジーニアスと、地獄兄弟とアクセル、まあ、クロノスも来てないし、いやでも今日ちょっと微妙な感じだと思うんだよね。あと、トリニティと、ね、タジャドル来てないからさ、タジャドルコンボ来てないから、オーズ来てないから、多分コンボはできないと思うんだよね。いや、ジーニアスいいね、かっけえわ。ジーニアス被りてえな。ジーニアスこれダブリ欲しいね、ダブリね、ジーニアス。すげえかっけえ。つうかこれ箱押しいいな、箱押し。箱押しにしてほしいわ。マジで箱押しバージョン出してほしいな。めっちゃ楽しみ。あ、待って、できるかな ?1、2、3。あ、できるかもしれない、コンプ。コンプパティンかもな。コンプパティンかも、さっと降臨。うわ、電王めっちゃかっけえ、2枚目。もう全然オッケーだわ。やっぱちょっとレアがちょっと被り始めて、これちょっとコンプパティンではないな。でも全然もうこれはね、来ている。アギト2枚来たからね、よかった。まあ、被るんだったらガイムがいいな、ガイム。ガイム被りて、ガイムもダブリ欲しいよね、ガイムも。ガイムもダブリめっちゃ欲しいんだけど、サッとコーリング。お、アクセル来た、アクセル。必殺技、決まって、いや、かっけえじゃん、これ。アクセル。
わあ、これも、つうかもう全部箱押しでいいんだけどさ。特にこれも箱押しだったら超かっけえ。いや、ノーマルでもかっけえ。まあ、でもノーマルで一番かっけえのは、もう間違いないブリザード。もうこれ間違いないわ。ブリザード超かっけえ、あれ。あの佇まい、もうイケメンすぎる。めちゃめちゃかっけえ。あと、地獄兄弟もね、デザインちょっと見たいんだよな。出てほしいな。まあ、レアは多分もうダメだから、レアはもうね、出ないから、レアはまた次回になるけど、さっとこう、おー、来た地獄めっちゃかっけえ、めっちゃかっけえ。あ、こんなシーンあったな。こんなシーンあったな。そこをし、あの、消しにしてんだ。すっげえ。地獄兄弟。うわぁ。デザイン最高じゃん。背景かっこいいね。ヘルって感じだわ。Hell in a cell, さ。地獄兄弟入りました。あとは、エターナルとクロノス。見てぇなデザインな。あと2パッキーあるから、このダブル出したいな。うん、レアはもう多分出ないよな。うん、出な。まあ、出る、もう出ないよね、数的に。あ、出るかな？出るとしたら、あの、ガイムが。いや、アギトが一番いいんだけど、アギトも出ちゃってるから。アギトトリプル今日できたら、ほんとプロテインうめえぞ。ほんとにプロテイン。ブロリードリンク。いつも1000倍うまいっていうね、さっと。トリニティ来てしまった。トリニティ来てしまった。超かっけえじゃん。全然パッケージと違くねえこれ。待って、パッケージ意味ねえだろ、こんなもん。これ。全然パッケージと違くねえ。パッケージ意味ねえじゃん。パッケージは1000倍かっこいいんだけど。おほほほほ。白押しやめ。いい仕事すんな、白押し。パッケージ意味ねえわ。パッケージの1000倍。いや、1万倍かっけえよ、これ。字。この字の白押しの字の部分もいいな。最高だわ。めっちゃかっこよかった。トリニティ来た、最後の最後に。トリニティ。アギとデイウォー、トリニティ。3枚来たね、3枚ね。ありがとうございます。あ、つうか余裕で出るから3枚目だもんね、まだね。まだ3枚だよね。アギとデイウォーと、そうそう、最後の1枚。最後だから、まあ、タジャドルはもう出ないから、絶対に数的に、枚数的に。クロノスかエターナルだな、やっぱ。エターナル、うん、欲しい。見たい。エターナル見たい。うん、エターナル欲しいから、エターナルを出す。そして次回、コンプリートの過程で、アギトをね、いや、次回5ボックスぐらい一気にやりてえな。そしたら、アギト、大量に補充できるんじゃない？可能性あるよね。確実に出るっていうわけじゃないんだけど、ワンボックスで。いやー、でもちょっと、アギト10枚食った目には5ボックスぐらいやりたいよな。いや、もっとやらんと10枚はいけないからさ、さっと降臨と。おお、クロノスだ！最後はクロノス。今、数えてみたら、19枚しかなくて、やべえ、これ1枚、あの、ワンボックス、ワンボックス、丸まんまゲットしたはずで、全部で20パックあるはずだと思って、探したら袋の中にね、1枚残ってた。これ1枚の、やばい。これで、もし、あれだよね、エターナルとか来たら激アツなんだよな。エターナル来たらこっちコンプだから、まあ、それか、この、待って、レア、でもレアってことはないか。レアってことはないか。多分、あの、かぶりが来ると思うんだけど、何来るかな？でも一応持ってない、でもかぶるんだったらアギとね、もうかぶってほしいよね。もうかぶってほしいけど、まあ、2枚来てるかな？これ以上望んではダメでしょうということで、やった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 、アギと2枚来た、アギと2枚来た、よし、オッケーオッケー。これで準備オッケー。やった、アギと2枚超かっけ。ドゥドゥドゥルドゥ、トツカ、ドゥルルドゥドゥドゥ、ドゥルル、ポー何これ超かっこいい。アギトダブルバーニングフォーム、アギトダブルジュグリア、超かっけ。この迫力やばくね。うわ、大勝利だ。よかった、来た、2枚来た。で、次回コンプリート。あとね、アギトだけじゃなくて、このガイムもすげえ気に入った。ガイム、ガイム超かっけえわ。これこの構図がたまらんね。この構図、うわ、いいわ。絵描きたい構図だよな、これな。素晴らしい、ガイム超かっこいい。あとね、個人的に、ちょっとこの、箱押しじゃないんだけど、箱押しと同じレベル、領域に入ってる。ノーマルながら、こいつらの世界に入門している、やつをね、ドゥッドゥッドゥ、最後に。めっちゃかっけえ。これさ、お、これ、もう領域入ってるよね。領域。いや、もちろん箱押し、だからさ、迫力あるよ。でもさ、箱押しじゃないけど、この迫力器。すごくね、もう入門してるわ、こいつらの世界に。めっちゃかっけえ、ブリザードは。グリスブリザードやばいわ、これ。これ、箱押しバージョンも出してほしいな。ほんと出してほしいわ。プレ版とかで出してほしい、これ。別売りで、別売りで。セットでさ。超かっけえぞ。これも気に入ったわ。もう今日はこの3枚かな。やべえと思ったの。この3枚すげえかっけえわ。めちゃめちゃ気に入った。まあ、でもやっぱナンバーワンはね、アギットドゥルッと、しかも、ドゥッドゥルッと、うれしい。ダブルゲット降臨点の奇跡ブラック、レベルマックス回転中の回で、ぽっちょーがっけ。やばすぎる。
ということで、今回はね、ダブルアギトバイバイということで、バーニングフォームね、ダブルアギトバイバイ。うわー、かっこいい。もうすごかったわ。大勝利で終わることができた。